はい、こんにちは、ドラゴン TV タツです。今日はね、オゼトクラに、なんと石橋はじめがプチバンクドスラロームを作っているっていうことでね、ちょっと今から取材しに行きたいと思います。バンクドスラロームみんなわかりますか？こういうバンはい、バシケン、イエイイエイ、どうですか、進み具合は。バンク順調ですね。順調です。大きく大きい感じで山ラインみたいなでかいね。やばい、はい、どれぐらいかかったんですか、これは。これ今日でデイ3、3日目。でも着実にでかくなってってますね。賞味3、4時間、3、4時間でこんなしかやってないあとはみんなが滑ってくれればいい感じなんですね。そうそうそう、これはもうパーク終わるまで除雪で、アクセス車入らないところに作ってるからなんと石橋はじめパークできました。これアクセス車入るとハマるからね。そうだね一回も踏んでないから穴場のとこだね最高で、なんでキッカーのね、こんな真横でねサイドボール作っちゃってますから。いえいえ、じゃあちょっとライディングもね見せてあげましょうか。よろしくお願いしますイエイ。では、オゼトクラのバンクドちょっと滑ってみたいと思います。